とりあえずなかなか痩せん。体重は減らないし、脂肪も減ってるのかわかんないし、結局運動ってどのくらいしたらええの？そう思った方におすすめなメニューを紹介していきます。体幹トレーニング、腹筋、背筋、下半身、そういった流れで紹介していきます。気になる部位だけやってもいいですし、運動不足だよ、効果的なメニューを知りたいよって方は全部流してやってください。1種目30秒なので、大体の方ができると思います。一緒に頑張ってみましょう。スマホは顔の前に置いて行います。まずは体を温めるために手足大の字、こっから手も足もグッと起こしていきます。手も足も遠くに伸ばすイメージで行っていきます。全部自分のペースでいいです。降りてる時間が長くてもいいです。やることに意味があります。OK です。今度は手を脇の下につきましょう。膝ついたままで体をぐーっと持ち上げます。上半身を反らせながら体を上げます。降りるのはできるだけゆっくり降りていきましょう。今んとこ楽だよっていう人も後半ちょっときつくなるんで、今はまだウォームアップと思ってやってください。はい、 OK。 今度は肘をついて足を曲げて交互に足を上げていきましょう。まず腰回りをね、温めていきます。痛くならないようにしましょう。やはりこれはね、足を高く上げる感じです。腰の筋肉をね、しっかり収縮させていきましょう。OK。 で、今度は寝たままです。このまま足を上げていきます。こういう感じで、辛い人は寝たままの方がやりやすいです。斜め上に上げる感じです。あんまり足上がらないよっていう人はね、ももの裏とお尻がちょっと弱いので、しっかりこれでね、鍛えてください。疲れたらね、休んで次の種目まで待っておきましょう。はい、OK です。で、今度は膝ついて肘ついて体を持ち上げる。これでね、止まりましょう。頑張りすぎるとフォームも悪くなるんで、ちょっとお尻が出だしたらね、一回降ります。保てれる人は保って、お尻が突き上がらないようにね、腰を丸めておきましょう。お腹に力がぐーっと入ってればバッチリです。フォームが悪くなってきたら休んでください。じゃあ今度は今の分のつま先立ちです。これは長くするとフォームが悪くなるんで、きつい方は5秒ぐらいしたら休んでください。できる方はずっとキープ、できない人は
辛くなってきたら休んでください。フォームが悪くなる前に休みます。ご病気に休んでもいいです。はい、OK。それでは復帰メニューに入ります。スマホ持ったまま足を交互に動かします。腰に隙間ができないようにお腹をしっかり引っ込めてください。腰に隙間できる人は反対側の足をしっかり抱えたまま動かしていきましょう。OK。 よし、膝を曲げた状態で体を左右に動かします。普通は大きく動かすんですけど、大きいと力抜けるんでちょっとでいいです。肘ついたまま時計の針でいうと10から2の間を動かすだけ。動きが大きいよりこの方がね、ウエスト周りに効きます。今のに加えて今度は足を回していきます。これ右左やっていきます。いきましょう。しっかりこの上のカメラをね、見ながら足の動きを見てください。横に伸ばしたら回していきます。これで腹筋全体がね、効きますんで。丸を描くレッグレイズになります。 OK。 ちょっと休んでお腹もんだりして、次はね、反対回しに動かしていきます。疲れたら休んでいいですからね。さあ、行きましょう。腰を動かしながら、これでね、腰を横に動かしながらリングレイズしてるんで、腰がね、必ずどっちか床についた状態で動いてます。下腹にね、しっかり効くことができます。はい、OK。 はい、次はね、足の裏を合わせましょう。膝をパカッと開いたままで体を起こしましょう。だいたい5秒から10秒起きたままキープしたら戻ります。グッと起きて息をふーっと吐きましょう。で、帰ります。起き上がりの辛い人はちょっともも裏をね、持ってもいいです。もも裏とかね、足触って体を起こしてキープ、戻る。はい、 OK。 今度は後ろに肘をつきます。腰が床につくように肘の幅を合わせてください。このまま足をゆっくりね、交互に動かします。腰
足が浮かないように慎重に足を動かしましょう。早く動かしたらね、お腹力抜けてるんで、お腹力入れたまんま腰が浮かないように慎重にねやりましょう。はい、OK。 よっしゃ、今の感じで今度は両足、両足でゆっくり下ろしたら戻す。ちょっと腰が浮きやすくなるんでね、頑張ってください。しっかり腰浮かつけて、お腹がプルプルしてれば効いてます。きついなと思ったら休んでいいです。全部のメニューをやってください。いきなり全部できる人はね、すいません。はい、 OK。 よっしゃ、それでは立ちます。後半は下半身メニュー、つま先立ちの状態で歩きます。こういう感じ。そーっと歩きます。膝が伸びてなければ何してもいいです。歩いてもいいですし、止まっててもいいです。動いてもいいです。かかと上げたままで動きましょう。これが実はね、結構下半身効くんですよ。はい、OK。 結構効きますよね、今の。今度はつま先開いて、膝少し曲げて揺れます。上半身力抜いて、しゃ、これはかかとついていいです。これがね、意外とね、もう腹筋からお尻、股関節周りの筋肉全部ね鍛えられるんで、いろんなねお尻の位置使ってください。よっしゃ、 OK。 よっしゃ、あと2種目ですからね、頑張りましょう。よっしゃ、今度は膝を出して戻す。こんな感じ。半分前ももストレッチです。こんな感じ。これがね、足首のストレッチとか前もものストレッチができてます。で、体をね、後ろに倒すんで、腹筋使うことがね、できてます。これで前も太くなったりしないんで安心してください。はい、 OK。 よっしゃ、ラスト。今度はね、足を後ろに回していきます。これはお腹が出ている人に必要な筋肉が鍛えられます。体があんまりついていかないようにね、体正面向けたまま、足だけ後ろに回していく。体がね、一緒についていきそうな人は手後ろ、腰に手当てて、こういう感じで股関節を広げる動きです。はい、 OK。 じゃあ最後座りましょう。足開いて、足も体も力をね抜いて、疲労を飛ばしましょう。足はねバイバイしたり、
前屈したり上半身の力ブラブラ抜いていきましょう。疲れたまま終わっちゃうとね、もうこの動画やらなくなっちゃうんで、疲労をちゃんと飛ばして体がね運動前と同じような状態に戻してから終わるとストレスなく終われます。はい、 OK、 お疲れ様でした。最後までできたよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。辛くてできなかった人もどんな感じだったよっていうのをね、感想で教えてください。ご視聴ありがとうございました。